すごいですね。お疲れ様です。マイクトラウトさんギフトありがとうございます。羊さんギフトありがとうございます。オレオズさんもギフトありがとうございます。 アポカリプスさんもギフトありがとうございます終わったー,ー終わったよ帰ってきましたトトヤモンさんギフトありがとうございます篠介さんもギフトありがとうございますワンタンメンさんもギフトありがとうございます大見さんもギフトありがとうございます何時に帰れたの今今ちょうど帰ってきたとこ手洗ってすぐ寒かった めっちゃ寒かった体力え体力は全然残ってるりっちゃんさんギフトありがとうございますうんそんな疲れてない <laughs> そんな疲れてないで、ね、大阪そうですね髪の毛いい昨日美容室行ってんけどさあの美容室で巻いてもらったんです昨日の最後なんかな早瀬さんギフトありがとうございます いつもさあの強制当てるからさすくん宿泊も強制だから巻いてもらわれんねんけど昨日は時間なかったからリハの前でだからもう強制だけ当てんと切りに行ったんよだからあれよねなんか巻いてもらえたんやけどこの内側だけねこの内側だけウェーブにして この辺を普通に巻くんですそしたら昨日は割とねいい感じだったんです写真はまとってないけどだからそういい感じだったから今日もその巻き方やってみようと思ったら可愛い,いってめっちゃ言われたやったーアクティビティが朝きましたそうです朝やったんですかわいいやろ 宝ございます明日から学校明日はねちょっとね忙しくってね行けないんです多分何時からか聞いてないけど朝から行けない気がするただちゃんさんギフトありがとうございますピロピロヒロシタンさんもギフトありがとうございます明日ペンギン会えないですううん、うん、泊まりじゃなかった泊まりが良かったんやけどさなんかなクロスゲームさんギフトありがとうございます 確認をお願いしますってて連絡来てんそのメンバー該当するメンバーで確認をお願いしますってで確認やからさ了解って思ったよね <laughs> 確認してくださいって来たからあ確認した了解これでこのメンバーが止まるんやなって思ったよで変更ある場合は連絡とかかと思ったらまさかの止まる人だけ連絡せなあかんかったみたいでで私連絡してなかったんですよそのメンバーで該当やから それなのかと思ったら違うかってだから泊まれなかったんですよ4時に起きて行きましたスマタンさんに2人ありがとうございますリップがもう取れてるまあ薄くしか塗ってないけどそう帰りました帰ってきましたいかさんとねずっと喋ってたんですよまあ近くたるさんに2人で出ます バンンドネオンさんもギフトありがとうございます4時に起きたよ4時に起きて5時前に出てなんかお土産ないいのなかったん新大阪はいっぱいあったんやけどうん新大阪はいっぱいあったけど新大阪かと思って行けるから行かと思って買ってこなかった。 須藤さんギフトありがとうございます。なる兄さんもギフトありがとうございます。たんべまーさんもギフトありがとうございます。ナチュラルさんもギフトありがとうございます。うわ、タワームーチョさんタワーありがとうございます。わーい。あ祝宿200今日か今日やわーい。いかさんストーリー上がってた私インスター上げてないから見てない。 どこでも売っってたっけあ、そうなうん伊達ちゃんさんギフトありがとうございます生き返り寝た寝た眠かったえ富士山見ようと思ってんけどさどこにあるかわからんかってさ見ひんかった <laughs> じゃどこやったかなーって見たかったんやけどエイティさんギフトありがとうございます若春さんもギフトありがとうございますわーい今日で200回えなんか めでたい日やな今日今日めでたい日ですねえそうだなここ切ったねこのもともとどれやろなこのここら辺はあったんですよこのここら辺はで前髪も切ってででもこのねここの毛が欲しいなと思ってこうこう流れる感じでしたかってもう巻き取れたんやけど こうなるのが可愛いんですよ。で、ここも切った。このちっちゃいの？こうほんまな。もうちょっと違う巻き方やったよ。でもちょっと1日泳いでたら私ここの巻きめっちゃ取れんねん。後ろは残るねんけど。後ろめちゃめちゃ残んねんけどさ、さ巻きでもなここだけめっちゃ取れんねん。もうほぼストレートみたいな。すごない。あの公園の時もいつもここが取れるの。 たけしさんギフトありがとうございますマイク・トラウトさんもギフトありがとうございますやったーいやっかいやレオちゃんタオルかかってない私いっちゃん窓際の方の席やってさこっちに寝てたでも本読んでたあそうや本読み終わったから新しいのに変えたいんですメイクすると100点が150点になるねやったさすが褒め方が分かってる ですね分かってるますですね <laughs> 東京や何回行ったことあるのお話会の時え三3回とかじゃんあお話会でもあれ千葉かやったら1回分かれへん分かれへん <laughs> メイクしたら可愛いですねってコメントやったらあれやもんなメイクしたら可愛いですねっていうふうに捉える可能性もあるから あれですよ、ね、100点が150点にっていうね具体例を出すことによってでもよくねそう褒めてる <laughs> おもろいわざわざそんな説明せんでもわ <laughs> かるわってな今日は何県に行った今日は千葉じゃないん幕張って東京えでもディズニー行った時と同じ道路みたいなとこ通ってたから千葉じゃないん鉄美屋さんギフトありがとうございます メイクしてもほらほらしてもって言うとねいいですよねしおりさんギフトありがとうございますあ,あそう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 メイクしなくても可愛いけどするとより可愛いそう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 いうことですよよくできました <laughs> 千葉やんなよかったよかった千葉みおち推しの力持ちさんギフトありがとうございます今日はみおちとねナンまで帰ってきたんです まあ家族でそうそうそう孫えめっちゃ可愛かったねびっくりしたやばかったえめっちゃ可愛かったどうしようかと思ったあのご家族で来てくださった方がいたんですけどめっちゃ可愛くてあの1歳半とかもう可愛い <laughs> と思ってめっちゃ可愛い可愛かったほんまにかわいいねえ千葉なのに東京ディズニーそう 権力 <laughs> ドラゴンさんギフタありがとうございます。うんうん。もう本に本当にか,わいかった。タカさんギフタありがとうございます。可愛い,いわ。逃亡者ケイさんギフタありがとうございます。こう抱っこしてさ、そのお母さんがその子を抱っこしてんねんけど、どどこって繋いだらいいんやろうと思って。 そのそのちっちゃいことをさ握手していいもんなんかと思ってあの手袋もしてなかったからい,いいんかなと思ってその手だけ伸ばしたままあの行方を失うんだこのど,どうしたらいいんやろうっていう状態で話してためっちゃ可愛かったほんまに可愛いえめっちゃかゃいかったいや私さんかもともとそんな好きじゃなかった私あの 年上と喋るのの方が好きで今もなんですけどなんかあんまりちっちゃい子がよくわからないのでそうなんですけどなんかめっちゃ最近ちっちゃい子がかわいいんかそうなるんかな年ね重ねたら今回手袋ありです手袋ありやからえ誰としたらいいのと えー、めっちかわいかったどうしようめっちゃかわいいなやっぱりかわいいんやなめっちゃかわいかったわ、はあ、可愛かわいいわ先輩はね違うんですでもクマさんとかとは喋れるでしょ一定のね LINE があるんですよほんまにかわいいわめっちゃかわいかったほんまにかわいかったほんまにかわいかった今日聞いて アンジュさんがね写真撮ろうって言ってくれてでなでもな開始3分前とかやってん2部のアンジュさん2部やからで開始3分前やし写真撮られへんかなってもう声かけてなかったんけど「あそうや写真撮るの忘れてた」って来てくれてでね写真撮ってくれたんです「いやあ」撮るつもりなかったんけどさすっごいもう声かけてくれてアンジュさんから「いやーで。 でも急いでるかなと思って黒島からは写真撮らなかったんですよ。だから私からは投稿できないです <laughs> あ。あのアンジュさんに言うて投稿してほしかったら <laughs>。私は撮ってないです。あの急いでるかなと思って、さの三分前やからさ、リップとか塗りたいやん。多分メイク直しとかしたいからなと思って。こっちからはもう撮らなかったんですけど、もう可愛いと思って。もう今日めっちゃお嬢様やった。めっちゃ可愛いお人形さんかなと思って。ホ <laughs> トさんギフタありがとうございます。 やすさんもギフトありがとうございます。もうほんまに可愛い、どうしよう。めっちゃ可愛かった。なる兄さんギフトありがとうございます。アンジュさんの方に言ってください。投稿して欲しければ。もうほんまに可愛い。めっちゃ可愛かった。今日、今日いつもやけど。え、コロナ、ハーフアップやってんやけどさ、アンジュさん。え、大きい。バレットつけて、もうめっちゃ可愛い。ぬいぐるみやん、もうぬいぐるみちゃうわ。ぬわれてないわ。お人形さんや。もう可愛い。 ロコさんギフトありがとうございます RC さんもギフトありがとうございますあそうねでな今日昼食べてないねんちょっと愛子さんとさ喋っててさめっちゃ楽しかったさそのまま喋り続けてたらさご飯食べてなかったえどうしよう次何の本読もうかなうーんうんどうしようかなこれこれに決めたよ えなんか私がこの前までっていうか今日まで読んでた本が映画があるみたいなんでちょっと映画も見てみたいなと思いますアンジュさん以外で写真撮っああやみちゃんが撮ろうって言ってくれた撮ろうって言ってくれたってそんな軽く言ってないけど撮ってくださいって言ってくれたんで撮ったんですけど携帯持ってなかったんで撮れなかったです私はあイかさんのソーストーリー載せてくれたんですよえもうアンジゅさんかわいすぎだなん何なん,何なん ほんまに、RC さんギフトありがとうございますつみさんもギフトありがとうございますでもな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 ,でもな愛花さんがなあの私がな一部終わってさ帰ってきたらさ愛花さん座っててさ「おはようございます」って言って「もう愛花さん久しぶりやわーい!」ってなってたら愛花さんがなわざわざ立ち上がってでな「あー」ってやってくれてめっちゃ可愛かったでずっと喋ってた <laughs> あやみちゃんな写真写真じゃないわ 配信してるな RC ほんまになえあレイオちゃんってあれないかさん好きなんあそれで今日喋ってたんかおーえー、ゆきのちゃんあの私がさ昨日はゆきのちゃんにいかさんがくっついて行ってたみたいでで今日は私にくっついてきてくれてたんですよで私もくっついて行ってたんですよでもレイオちゃんのとこにまた行ってたから DD やなってゆきのちゃんに言われてたんですけど「レイオちゃんあれなんかいかさんが好きなんか」 なるほどね空行ったらいいわええー、空行ったらいいわほんまにごめんそんなん邪魔邪魔はしてないよな多分離れてから行ったもんなよかったそれならよかったですあそうやったんやポンさんに2人ありがとうございますよかったよかった愛花さんなずっとなくっついていっててんでお散歩しようかって言ってその室内やねんけどずっとこうやってな くっついてな遊んでんなでホワイトボードあったからホワイトボードで2人とも急になんか書き出してであいかさんが隣で書いててんけど私はもうこれはあいかさんの似顔絵描こうと思ってあいかさん描いてん「あいかさん」って書いたら隣見たら「さくちゃんハート」って書いてて私もあいかさんハートで絵描いてて同じことしてるやんと思って。でんでそうそうやねおもろかった。 サイダーさんギフトありがとうございますエレオちゃんソラよかったな今日喋りべしさでよかったなベレッタさんギフトありがとうございますよかったやんソラなあわわだって私から見てアンジュさんってことやろソラよかったやんほんまによかったやんと話したらいいのにヤスさんギフトありがとうございますえ <laughs> アイカさんめっちゃな かわいい,かわいいかわいいって言ってくれるの、ね、よ <laughs> でなスープを持ってたんですけどあのゆきなちゃんじゃないわみひなちゃんになかぼち好きって聞かれて「うん」って言って何かその続き聞いてなかったから何かなと思って「うん」って言ったら「朝賀さんに2人ありがとうございます」「スープあげる?」って言われてね <laughs> ありがとうって言ってんけどお腹空いてなかったからどうしよういらんなーと思っててで愛かさんと喋ってて「愛かさんにいりますか?」って言ったら「大丈夫食べな」って言っててで「いらないんですよ」って言ったら「そうかん誰かに返却する?」って言って返却しに行こうかと思ってんけど「いらん」って言ってたからなと思って「誰かに渡しに行きます」って言って「誰にしようかな」って思われてたら愛かさんが「あんちゃん」って言って。 アン,ジュさんアンジュさんだったと思ってで行くよマキコさんに2人で出ますでんでなんでなんでなでな愛イさん愛イさん後ろにおってんで私が前に行って行く感じやったんやけどそんなアンジュさんに正面向かってさスープこんなん持っていかれへんわと思ってで愛イさん愛イさんをわざわざこう持って腕持ってスープ持って持っていったんですよなら愛イさん愛イさんリップ塗ってなかったんですけどで <laughs> あの リップ血色って言ってあのアンジュさんがなリップ塗ってなかったから「あやっぱり?」って言ってさっきリップ塗ったんですよアイカさんがその間私は「どうしようどうしよう」ってなってて「でそうやそうやうん」ってなって「どうしようかな」と思ってたらそうアイカさんが「さくちゃんがな」って言ってこっち見るんですよでアンジュさんもこっち見るんですよ「うやん」ってなって「どうしよう」ってなっててででなアイカさんが「スープ渡したんやって」って「スープスープあげたんやって」って言って,て。 でこう見るやんだから「いいよそんな <laughs> 大丈夫やで、ね、食べやすくすく育っち,ちゃう」みたいな感じで愛花さんと全く同じこと言ってあすごいやっぱり仲いいんやなと思ってででもないらんやってって愛花さんが言ってくれたからほんまにじゃあ2分終わったから食べるわーって言ってそうあげたんですよんうん。<laughs> ダレルンさんに2人ありがとうございます。でななそう愛花さんの皆様も謎とくっついてたんですよでもアンジュさんの隣にいることはちょっとできないんで <laughs> アンジュさん愛花さん私の並べてってたんですよちょっと愛花さんに隠れてこうしゃがんででアンジュさんじゃんって見たらアンジュさん横って出てきて「もう可愛 <laughs> <思っ>て <laughs> かわいい」と思って「かわいい」 ーさんさギフトありがとうございます。なべちゃんさんもギフトありがとうございます。ほんまに、みひなちゃんのおかげやで。みひなちゃんからすべてが回ってきた。やばくないめっちゃ可愛かった。え、こう、アンジュさん、ひょこって出てきて、かわいいめっちゃ可愛かった。いかさん、いかさんがおってよかったです。いかさんがおらんかったらもう、わかんかった。かわいい。あ、かわいいわ、ほんまに。でもな、いかさんとな、 久しぶりなそう久しぶりやったからなまさきくんさんギフトありがとうございますもう楽しかったです <laughs> でも愛かさんとさ私がさちょっとさくっついてる時にさみひなちゃんがささくちゃん人を選ぶやんって言ってヨーリさんがおもろかった楽しかった <laughs> あフフフの写真 そうライブ何の何見たんやろな何か見てなんかびっくりしたんやろなホワーって顔を投稿しました <laughs> 何見たんやろ私カッチンさんギフトありがとうございますびっくりした愛花さん <laughs> 楽しかったいやもう千秋楽やなと思って愛花さんのとこ行ってたんですよ 何時からやったっけこの配信 <coughs> 19分もう15分は経ってるんや仕切りのいいとこで終わろう楽しかった愛かさんといっぱいしゃべったでそう明日終わりなんです明日で終わりなんですよ明日で終わりなんですよマイク・トラウトさんギフトありがとうございますでね愛かさんと一緒じゃないんですよ だからもう私はいつの間にか愛かさんとは出るのが終わってたと思ってジオンさんとか美咲さんもやけどみんなもう終わってたんです若菜さん以外終わってたんですよいつの間にかまあでも千秋楽見に行くんでうん三色団子さんに二人ありがとうございますそうなんですよーうーんいつの間にか終わってた お土産買ってないんですよなんかいいのなくて <laughs> 大人っぽくて子供っぽいな <laughs> よく言われます <laughs> でもよく言われます明日が選手力あですよね違うねあのな愛いさんにくっついてたんですよではもう安寿さんの視界にはもう全く入らないようにしてたんです私も見ることもなくなら あのアンジュさんが私に話しかけてててくださっったたんですよで、すよその時になこう横って出てきたからわ可愛い,いと思ってそう、可愛い,いって思っ思たんんですすよソドさんギフトとまかったでももう目はもうまる可愛いわほんまに可愛い,い横って出て出きたんですよもう可愛くないわ。 でもの愛花さんがな私が愛花さんにくっついてるからさあの愛花さんがさ私にめっちゃ可愛い可愛い言ってるわけかわいい可愛いって言ってるのはさ「見てこの赤ちゃんや」みたいなをずっとジュさんに言ってるねでジュさんジュさん <laughs> ねえ私は愛花さんしか見ないもうジュさん見たら目を覆ってしもうたらさもうそんなさおうーさーって感じやからさ愛花さんしか見てなかったんだけどもう。 可愛 <laughs> かかったよ <laughs> いしょはあもう愛さんもう人形さんやったでほんまにめっちゃか愛かったやばいでなーハーフアップ似合いすぎやろえっおっきいリボンつけてんのめっちゃ可愛かったほんまにい,いいはあ かわいえでもあやかさんと喋れてよかったもうお昼は食べられへんかったけど <laughs> お昼は食べられへんかったけどあやかさんと喋れたからいいなんか目めっちゃさ大きくなってない気のせいかなえリハ期間にさパッと一瞬で見た時に目がさこんくらいあってさ <laughs> ええと思ってめっちゃえやばーっと思ってなんか顔がちっちゃくなったのか目が大きくなったのか あ人おはようございでも,もプリクラやんと思ってほんまにえじゃあもう愛花さんは見れるけどあンさんは見れないんだだからもう愛花さんをずっと見てたもう愛花さん愛花さんって愛花さんの方だけ見てたあーメイク変わったんかな分からんけどめっちゃ目高くなってびっくりしたカラコンかな分からへんけどやばいで愛花さん面白かった <laughs> もう,もうこのまま育ってほしいってずっと言ってたこの純粋のまま育ってほしいって確かに冠ライブで佐々木さんがお人形さんみたいだったかああ冠かもうみんなお人形さんみたいですあそこ2人ほんまにも人形さんって感じじゃないわかるなんかそんな感じしますあマラソンの練習で体重落ちたとかあらそうなの もっと食べな,もっと食べなアンケートのダースのとこ真鍋さんあそっかアンケートとかあんのかうん真鍋さんにしたですよねー分かりますよもうほに綺麗ですよね佐藤君たくんさんに2人ではよますとお昼食べてないんで晩ご飯今から食べてくるんですよのであの下いあの家で なので終わりたいと思いますもうほんまに可愛かったでも楽しかったあーあいかさん面白いなわかなさんわかなさん今日喋れなかったでもなびっくりした靴一緒やってすごくない靴一緒でしたよしけいんさんギフトありがとうございます なる兄さんもギフトありがとうございますすごくないミッチーさんギフトありがとうございます顔沈めないでねえチーム離れてまう N 来てよって言ってたんけど NN かーって MM は頑張る M は頑張るけど NN まあまあまあ頑張る アイカさん芸人8割 <laughs> おもろいめっちゃおもろいでなめっちゃさんと楽しかったで何の話やったっけあそうアイカさんじゃないわ若菜さんとなあれやねん靴一緒やったびっくりしたえっ一緒やと思ってでなあの鏡越しにさ目をってさ若菜さんやと思って若菜さんあれ見,見てて 私が立ってて席座る瞬間に何か笑った気がしたからバカなさんが鏡越しに見えたのがだからあ笑ってると思って見てたらで鏡に出てきてでな目をってな笑っててでも喋れへんかった喋りたかったなでも明日公演しやしよしランキング見ますランキング見ます 好みが似てるんかなえっしかもさ服もさなんかさ暖色と寒色の違いしかないんじゃないかレベルでさ似ててさ <laughs> めっちゃ似てたんやけど今日,今日めっちゃ岡野さんと似てた髪の毛巻いてるか巻いてないかの違いレベルとで私の方が長いし毛量多いんやけど岡野さん多分恋愛入れたんかな インスタのアンジュさんと愛イさんと若菜さんの写真一瞬若菜さんさくちゃんっぽかったなんか情報量多いな <laughs> ありがとうございますそう最後な帰るときなみんな手振ってくれてたからなわーいってやつ <laughs> わーいってあ今日なアンジュさん推しの方ととみわちゃ推しの方となんかいっぱい来てくれたんですよ駅放の推しの方と。 <laughs> 今日アンジュさんと写真撮る予定じゃなかったんですよ撮る予定じゃなかったんですけどアンジュさんがねそんな予想外のさありやからさでもそうだよそうだよそうだよ撮る予定じゃなかったんだよでも撮ろうって言ってくれたんですもうかわいすぎませんかもうやばいですよね本当に可愛いいです13位がカッツンさんありがとうございます12位マイク・タラウトさんありがとうございます 1十一スマタンさんありがとうございます十位ベレッタさんありがとうございます九位つつみさんありがとうございます八位し位すぞさんありがとうございます七位ワンタンメンさんありがとうございます六位さとくんさんありがとうございます五位だてちゃんさんありがとうございます四位やすさんありがとうございます三位ポンさんありがとうございます 2位が鳴る兄さんありがとうございます1位むいちょさんありがとうございますありがとうございましたお今日さくちゃんの例で、ね、大イナさんとおまめさんに声を声かけをいただきましたああありがとうございましたなんかな仲良さそうで皆さん <laughs> あのご夫人たちにご夫人ご夫妻 <laughs> ご夫妻たちに「あの挨拶しました」っていうのをね X を見ましてほっこりでした <laughs> 今日は200回でしたありがとうございました明日はリハーサルと公演です公演見に来てください皆さん公演見に来てください公演見に来てください公演見,見に来てください皆さん公演見に来てくださいなおてさんギフトありがとうございます ほんまりエックスパトロールしてんだよめっちゃなあほんまに可愛かったどうしようほんまに可愛かったわまた明日あもういけないうんそれはしょうがないしょ,し,ょしょうがないほんまに可愛かったねもうどうしよう佐藤くんさんギフタリアでございますなおとさんもギフタリアでございますうわもう最後や今日待ち入れそう それは良かったです本日も誠にご来店ありがとうございましたあ <laughs> あ最後かガよしもう,もうあんじゅさんに頼んでその写真は私は持ってないんでえもうほんまに可愛かったどうしようめっちゃ可愛いんですけどバイバイ <laughs> 終わりますバイバイ もうほんまに可愛かったもうほんまに可愛かったどうしようでも愛かさんと喋ったのも楽しかったで、ね、<laughs> しかも最後み由ちと帰ってきたのも楽しかったし楽しかったです今日はとてもメイク落ちてないなペンギンに合わんかなーとか思ったけど案の定合わなかったですバイバーイ終わりです <laughs> 今日アンジュさんのアンジュさんのファンの方ちょっとこれだけ喋らしてアンジュさんのさファ,ンのファンの方でさすっごい独特なさ帽子のさ人が来てさいつもアンジュさんのとここれで言ってるって言ってさめっちゃおもろいやんこの人のと思ってめっちゃおもろかったマコ、ま、さんギフトありがとうございますヨッシーさんもギフトありがとうございますめっちゃおもろかっためっちゃおもろかったであんまりおもろかった おもろかったせいくんさんギフトありがとうございますいつもこれできたら喜んでるねんってや嘘やろ <laughs> と思ってめっちゃおもろいわせいくんさんギフトありがとうございます <coughs> ほんまにおもろいでびっくりしたそれで喜んでるんやあいさんと思っておもろいわありがとうございました皆さんありがとうございましたさよならまた来週とと 明後日となんか、いっぱいあるわバイバーイ <laughs>